ジルエアイルは大きな力を持っているのに、なぜ誰もその力を制御することを教えなかったんだ。教えようとした人はいた。ちゃんと話せてなかったな。助けてくれて感謝している。シリのことも。礼は後でいい。今は彼女を隠すのが先決だ。それから戦力を強化しよう。私たちが頼れる人はみんなケイアモルヘンに来ていたわ。だったら敵の力を借りるしかないわね。ワイルドハントの攻撃を防ぐには魔法の力が一番よ。女魔術師が必要だわ。魔法の熟練者たちが。女魔術師会のこと？女魔術師会は信用できないが、他に方法はなさそうだな。その通りよ。皇帝と協定を結んだの。女魔術師会が協力すれば特赦が与えられることになっている。交渉の切り札になるでしょ。トリス、すぐに出発して女魔術師たちを探しに行くわ。手伝ってくれる？もちろん。最初に行くところも分かってる。もうまた私の意見も聞かずに話を進めてる。もう我慢できない。物みたいにたらい回しにされるのは嫌。じっと座ってるのも嫌。待つのも隠れるのももううんざり。そうだな。自分の身ぐらいは守れることは分かった。希望的なことで励ますのは簡単だ。現実を直視することに比べればな。ジルエアエルは自分で制御できない強大な力を持っている。自身も周りも危険にさらす力だ。制御できるようになるまで隔離するべきだ。まずはクソくらいと言っておく。それから私に命令したいならゲラルトを通さず直接言って。もういい。追った方がいいな。彼女には時間が必要だ。悲しみを消化できるまで待ってやれ。その後すぐに訓練を始めよう。あの力を制御することを学ばせるんだ。本当に訓練が必要なのか。何が起こったか見たでしょ。あの子はワイルドハント以上の脅威になりかねない。分かった。俺たちはもう少しここにいる。その後ノビグラドで合流しよう。ダンディリオンの酒場だ。行くわよヤネファー。出発は早い方がいい。じゃあな。できない。わかるでしょ。たった8回で諦めるのか。ジルエアエル、何回やればいいの。できるまでだ。できっこない。また後にしよう。最初に試練に挑戦した時もうまくいかなかったな。ゲラルト、今は無理。これに比べたら試練なんてお遊びみたいなもの。でもそういう問題じゃない。じゃあなんだ。アバラックは戦いのことを考えている限りうまくいかないって。でも今子猫とかバニラプリンで頭をいっぱいになんかできない。教えて、どうやるの。何をだ。何が起きても冷静で集中していられる方法。古典的な方法がある。ベセミルに教わったんだ。ベセミルはバーミンに教わったらしい。山で毒人参の汁を飲ませるつもり。スケリッチのドルイドたちが何世紀も使ってきた。必ず効く。ちょっと！許さないから。
ずるいぞ。見てろよ。当てられる？相手になってあげる。いい球だ。後悔するぞ。言ってた通り、すごい効き目。ありがとう。役に立ててよかった。さてどうする？親愛なる賢者様を探しに行ってくる。何かあったのか？起きて行かないと。もう馬の準備はしてあるよ。シリ、まだ明け方だぞ。どこに行くんだ？ベレン、ハゲ山よ。魔女の集会までもう日がない。集会の主賓誰だと思う？知らん、教えてくれ。イムレリス、あいつを殺す絶好のチャンスね。どうしたんだ？一体何があった？ベセミルの仇を討つの。魔女の集会、絶好のチャンスよ。イムレリスは酔って仲間とお祭り騒ぎをしてるはず。襲撃されるとは思ってない。自分が何をしようとしてるか分かってるか？ええ、やらなきゃいけない。早く移動しながら話しましょう。待て、先に伝えなくてはいけないことがある。
エムヒルが必死に探していたのは知ってるか。イエネファーが何か言ってた。お前に会いたがってた。なぜ今それを言うの。お前の父親に会う。これが最後のチャンスになるかもしれない。行くべきだと思う。話をしたいだけかもしれん。それだけ？本当にそう思うの？エムヒルはお前に何も強制しないと約束した。行くべきなのね。父親だからな。ビジマは途中だし、やることにするよ。準備はいい？行こう。ケイア・モルヘンの戦いが終わり、戦士たちが傷の手当てをし、戦死者を悼む中、シリは復讐を決意する。ある晩、彼女はゲラルトを起こし、一緒にベレンへ来てほしいと頼んだ。ハゲ山の頂上にイムレリスがいることを知っていたのだ。彼女は彼を倒すことを心に決めていた。皇帝陛下、こちらはリビアのゲラルトとシリラ・フィオナ・エレン・リアノン、シントラとブルッゲの女王、ソドン公爵にしてイニスアード・スケリッグ並びにイニスアン・スケリッグの相続人、アトレとアブヤラの宗主。なれよ、ニルフガードから竜の山まで誰もがお前の前にひざまずくようになる。約束を守るとは思っていなかったぞ。いつでも約束は守る。私もだ。報酬だ。報酬のためじゃない。娘を連れてきてほしいと言われたから連れてきただけだ。シリとの話が終わったらすぐに出るつもりだ。本気か。怪物を追って走り回る必要がなくなる額だぞ。本気だ。なるほど。金を受け取るのは誇りが許さないのだな。ならば馬屋にニルフガードさんのオス馬がいる。それを感謝の印に受け取ってほしい。感謝する。さて外してくれ。娘と話がしたい。こちらです。白狼、久しぶりだな。どうも将軍。ポンター川は問題なく渡れたか。ああ。バングリーンのあたりの浅瀬を渡ったのか。リンデを通らなくて正解だ。あそこはまだ物騒だしな。ラドビットが西側から攻め入ろうとしている。王女が女帝となりこの地を治めるその日が来るまでそんなことはさせないがな。シリはまだ同意してない。その通りだ。彼女は女才ない。まだ決まってもいない申し入れを祝うようなことはされないが、拒みもされないだろう。そうか。ニルフガードの皇帝になりたくない奴を一人でも知ってるか。
想像できるか？ワインで酔っ払った吟遊詩人なんかにしか思いつかないような夢物語だと思ったが、大陸で史上最も強力な支配者が完全な勝利を収める前夜に、その家で娘が戻ってきて相続を受け入れる。大衆はこんな話が大好きだ。もちろん美しくて繊細な王女もな、大衆ってのは。ゲラルト、行こう。お会いできて光栄です、殿下。私もよ。じゃあもう行かなきゃ。もう立たれるとは残念です。次の機会にはぜひこの続きを。私は結構よ。それで？父は私が金銀財宝に目がくらむと思ってるみたい。何か具体的な話は？ええ、具体的でどうしようもなく馬鹿げてた。ごめんなさい、話したくない。少なくとも今はね。無理強いはしない。準備できたら出かけよう。ケイア・モルヘンの戦いが終わり、戦士たちが傷の手当てをし、戦死者を悼む中、シリは復讐を決意する。ある晩、彼女はゲラルトを起こし、一緒にベレンへ来てほしいと頼んだ。ハゲ山の頂上にイムレリスがいることを知っていたのだ。彼女は彼を倒すことを心に決めていた。クローパーチの人たちがここのことを話してた。アードセルビン、森の貴婦人たちの住む地。村人は恐れて近寄らない。森の貴婦人たちは子供を脅すための作り話だと男爵は言ってたけど、そういえば彼はどうしてるかしら。男爵は妻を見つけてどこかへ連れて行った。アンナは病気でね。そうだったんだ。終わらせよう。山頂まで行きましょう。イムレリスはそこにいるはず。ベレンの人たちはこの夜のことを恵みの宴と呼んでる。理由はわからない。